塩野義製薬によりますと、人に対する臨床試験とは別に実施した動物実験で人への想定より高い濃度で薬を投与したところ、再帰形成が確認されました。塩野義製薬は実用化にあたり、妊婦への使用は推奨されないと考えているとしています。この飲み薬は2月に厚生労働省に承認申請されていて、厚労省が審査を続けています。 すでに新型コロナの治療薬として使われているアメリカのメルク社の飲み薬ラゲブリオも再帰形成が認められたとして妊婦への使用は禁止されています。